自動車コラムニストの山本信也です自動車コラムニストっていうぐらいですから普段はウェブメディアを中心に自動車に関するコラムなんかを書いておりますよろしかったら探して読んでみてください本日は新車の話題をしようかなと思います「富 u j i が208を日本に導入する「富 u j i ジ j a ンが新しい208を日本に導入するという情報が入ってきたので速報的にちょっとそれをお伝えしようかなと思います まあヨーロッパの方ではすでに発表されている208不条の B セグメントですねまあだから日本で言うとどこだろう B セグだからヤリスとかフィットとかそのあたりとまあ同じセグメントの車です昔で言うと205ってやつがだんだん数字大きくなって208まで来てからはまあ208って名前でフルモデル繰り返してるそんな車なんですけれども すでにヨーロッパでは発売されてて2020年のヨーロッパカーオブ・ザ・イヤーに選ばれたりとかしていて非常にもう評判が高い車と、まあ、それがいよいよ日本に入ってきたよという話ですで何より注目なのはパワートレーンコンセプトワードに「ザ・パワー・オブ・チョイス」っていうのがあるんですけどどんなパワーでも選べますよっていう意味ですよねこれ何かっ、えー、2種類のパワープレーンが用意されてますもう真逆のっていうかびっくりするような BSEG としては 驚くようなバートリンが2種類用意されてます、まあ一つは1.2リッターのガソリンターボともう一つが EV ピュア EV ですいやこれがもう今回ちょっとこのピュア EV の話をし,したいなと思ってに集中した話をしたいなと思っておりますもう EV の肝になる部分から話しちゃいますねじゃあねいや本当にね、あのー、値段と か性能とととかかで言うとでうう、ね、結構驚いいいちゃゃってこれおお買い得ななんじゃないかと思うんでお話ししますバッテリーの送電力量。EV の肝ってバッテリーの送電力量なんですよ。ね、いっぱい電気入んないといいっぱい走れないから。<laughs> バッテリー送電力量がですね、驚くことにね、50kWh です。50kWh は大きいですよ。これリーフの標準車よりも大きいですからね。で、まあ、モーターの方は、100kW、260ニュートンメーターか。っていう、まあ、モーターなんですけど、そこはもう、 気にすることじゃなくて、バッテリーは 50kWh で、まあ、一応ヨーロッパ基準で言うと、満充電で 340km 走れるっていうふうに発表されてます。50kWh だったら十分じゃないかな。普通に使う分には。で、特に Bseg っていうカテゴリーで言うと、街中走るだけがメインになるっていうふうに考えるとお、多いぐらい、余っちゃうぐらいじゃないかと思います。30もあれば足りると思うんだけど、その 50kWh の EV、PureEV が、 いいいくらかっていうのががまたこれが安いすっごく安いびっくりしますよ一番上のグレードで423万円あのー、GT ラインっていうグレードで423万円その下のアリュールっていうあの標準的なやつでいうと389万9万九千円これはね5 0タワーのバッテリー積んだ EV って考えたらめっちゃめちゃ安いですよ破格ですよびっくりしちゃったうんだってリーフより安いですからね リーフにバッテリー積んでて。まあ、それ車体が多少ちっちゃいとかあるけど、もうね、EV なんかバッテリーがコストを大半占める、コスト的にすごくいろんな意味で頑張ったんだなと思います。はい。ちなみにガソリンエンジンは一番高い GT ラインで293万円。で、アリュールが259万9千円。スタイルが239万9千円なんで、 まあガソリンに対して比べると130万ぐらい高い。まあそれも安い気がしますけどガソリンより130高い EV は買わないよっていう意見もわかる。それも理解するけれども、少なくともバッテリーとモーターのスペック見ただけで言うとこれ130万円高で作れるんなら安いんじゃないかなと <laughs> <laughs> 思いますね。プラス、まあ、コンセプトとしてデザイン。 デザインを今回差別化してませんよって。これわざと差別化してませんよってことです。もう208として売りますよって。ただの社名はガソリンが208、EV の方は E208 っていう風にしてますけど、基本的には同じ外観で売りますよと。パッケージに関してもバッテリーを床下に積んでるんで、厳しいはずなんですけれども、基本的にはパッケージも同等にしてますよと。だから EV だから、 EV だからなんか不利な面があるとかっていうのもないように工夫してますよと言ってます。まあ、この辺に関しては実際にね、乗り比べたりとかしてみないと、本当に一緒なのかっていうのはわかんなくて、まあ、くまで設計値としては変わんないようにしてますとか、ちょっとこっちは狭くなるし、ちょっと重くなるけど、まあまあまあ、許容範囲だと自分たちは思いますっていうこともあるので、もうそれが100%ね、全く同じだ、同じパッケージだっていうふうな保証はないんですけれども、現時点では。実車見てみないとわかんないけども、かなりでも、 いいい印象じゃないですかねコンセプトとしてはいいんじゃないですかねというわけでちょっと駆け足で紹介しましたけどとにかくまあ、プジョーから E208 っていう p ュ EV が日本で発売されますという発表が先ほど7月2日の19時にありました何の写真も何もないんですけどあの情報だけ入ってきたんで慌ててご紹介ともうとにかくこのバッテリーサイズでこのお値段キロワット 2 6 0ターの出力を持っててで389万9000から400万切った価格のピュア EV っていうのはすごいんじゃないかな商品力としてはどうだろううんあるんじゃないかなと思いますはいあの B セグとして多分初めての EV だと思うんですよ市販でいうと国内だとねでで今まで、e、v ってあの 試作,でいう試作レベルでナンバー取ったので言えば松田がデミオ EV っていうのを出したことありますけどまあ,あとホンダのねフィットベースの EV っていうのもありましたけどまあ量産でこういうふうに一般のユーザーが買える EV としては B セグとしては初めてなのでまあ貴重だなっていうのが1つととにかくこのバッテリーサイズはすごいですよね。 充電にね、すごい時間かかるスペックになってると思います。あの、実際カタログ見てみんな驚くのは多分普通充電やると 50kWh だから、今普及している普通充電だと多分あのカラッカラの状態から満充電するのに十何時間かかるとかって、まあ現実的に充電する時間っていうのは使った分を足すだけなんで、普通充電で6時間分で充電できる距離しか走んなかったら、バッテリーの元がどんなに大きかろうが6時間あれば充電できるんで、 あの、現実的には困らないと思いますよ。うん、そうだね。6時間あれば1 0 0程度は充電できると思うんで、そんなに実際には困らないんじゃないかなと思います。うん。で、まあ急速充電もね、実際、あの、キロワットアームあると、通常のチャデモでやろうと思うと、そうですね、30分だと、もしカラッカーだったら半分いかないと思う、半分ぐらいかな。 ほ本当、ほんとゼロに近い状態から80%ぐらいまでいこうと思ったら、多分50分とか、こうい時間かかると思うんですよ、チでもでも。ただ、現実的にはね、まあ、目いっぱいにする必要ってないんで、必要な、走る分だけ出れば済むっていうのが、EV に乗り始めると分かると思うんで、あんまり困んないんじゃないか、その辺は気にしなくていいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、いずれにしても、これだけ安くて、なおかつ距離もいけて、安心感があってっていうと、かなりあの面白い存在になるんじゃないかなと。 あのどっかのメーカーみたいにシリーズハイブリッドなのに電気造車とかって言ってるところもありますけど、まあ、本物の電気造車がやってきましたよと B セグの <laughs> っていうお話でしたもう非常にスペック的に魅力がある商品だなと思ったのでどうも速攻で早速ご紹介させていただきましたはい本日もご視聴ありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いいたします